ふむふむ、マダラさんからのご提案についてはおおむね把握しました。マダラさんではなく、気安くママって呼んでもいいんだぞ。はあ、ではママさん、要するにあなたは我々アルカロイドのトレーナーを請け負いたいわけですね。素直にママと呼ばれると、それはそれで残念な気持ちになるのはなぜだろうな。ともあれ、その理解で合っている。トレーナーというかコーチというか、君たちのレッスンを指導する役目に立候補したいんだよな。当然しっかりお代はいただくけどな。普通にトレーナーなどを雇おうとしても、優秀な人材はほとんどよそが確保して囲い込んでるから、君たち新入りは多額のリットルを上積みしてよそから優秀なトレーナーを引き抜くか、あるいは支払う料金に見合わぬ低級な人材に己の運命を預けるしかない。前者は他のユニットとの間に角が立つし、貧乏なユニットには金が工面できないからまず不可能。後者はトレーナーを雇わず自主トレした方がマシというレベルの人材しか確保できず、リットルの無駄遣いになる可能性が高いな。無論安値でいい感じの人材がたまたま予定を空けててトレーナーをやってくれる、または報酬を低めに設定しているトレーナーが思わぬ掘り出し物で料金に見合わぬ完璧な指導をしてくれる、なんて奇跡が起きる可能性も皆無じゃない。けれど奇跡は滅多に起きないから奇跡なんだよな。 ES 内で頭角を現せずに劣等生の烙印を押された君たちが、物語の主人公のように運命に愛されている、幸運の女神に愛されている、なんて今さら思い込めはしないよな。もしそんな風に思い込んでいるならバカだなぁと笑うしかない。君たちは俺を含む大多数の人間と同じで、決して物語の主人公なんかじゃない。困った時に助けてくれるヒーローなんて君たちの前には決して現れない。なぜなら君たちは主人公ではないからだ。どこか遠くで展開している派手で夢と奇跡に満ち溢れた物語に参加する資格すら失いかけている単なるモブなんだよな。それはまあおっしゃる通りです。分かってるよ、そういう奇跡が自分の身に起きるんじゃないかって期待して、期待を裏切られてバカを見続けて、結局何にも得られずにこんな土底辺まで落っこちてきたんだから、少なくとも俺はね。他のみんなはどうだか知らないけど。ふむ、僕も同じようなものだよ。己に都合のいい運命や希望が与えられるべきなのは君主たる兄さんだ。僕にはそれらの恩恵は与えられないはずだよ。それが理屈として正しい。だからこそ己は幸運の女神とやらに愛されていると理解しているからこそ、兄さんは失敗したらそれでおしまいの博打めいたことを繰り返しているのかな。でも勝ち続けることも大事だけど、もっと肝心なのは生き延びて役目を果たすことだよ。危険な橋を渡り続ける者には君主の資格がない。博打も兄さんの言い方だとギャンブルも正しくない生き方、つまり悪なんだろうね。非常に興味深い話だけどな。ちょっと横道にそれているから軌道を戻そう。君たちが己の立場を自覚していない愚か者ではなく、きちんと考える頭を持っているらしいことは良好だな。もちろん俺は君たちのママでありたいけど、本当の母親、家族じゃないし、仲間でも友達でもない、上司でも君主でもないぞ。マムの所属事務所はニューディーだしな。だから上から俺を雇えと命令はできない。
ただ提案をしに来ただけだな。君たち裏ボンエとやらに出演する予定なんだろう。なぜそのようなことを知っているのかな。裏ボンエの主催者はスイッチ、俺と同じ事務所だから情報は最速で耳に入ってくるんだよな。もちろん ES 全体に目を配るべきあの子からのお願いもあったから事情を知ってるわけだが、あの子は決してアルカロイドに手は出さないようにと釘を刺されているようだし、そのことを口にするわけにはいかないな。それでもアルカロイドを見殺しにはできず、自分は動けないから俺にお願いをするって、信用してもらえているようで嬉しいな。俺が君を決して裏切ることはないと。バカだなプロデューサーさん、俺はこんなに嘘つきなのに。でもだからこそあの子のお願いを叶えてあげたい。ともあれアイドルとしては N1、 新人戦すら経験していない新人である君たちは、自分たちのレッスンを指導してくれるトレーナーなどを欲しているだろう。新人は右も左もわからないし、どうしたって指針は必要だもんな。あ、実際そういう話をしてはいました。うん、俺ならそれになれる、そう自信を持って己を売り込みに来たんだよな。どうだ君たち、俺を雇わないか。裏ボンエは1週間後のようだが、俺なら当日までに君たちに基礎を叩き込み、鍛え上げてドリフェス本番に耐えうるアイドルに仕立て上げられる。俺はそっち方面の資格も大体取得してるし、ここのところ仕事がなくて暇で、そういうことばかりしていたから実績もある。同業者、アイドルとして仕事をしてきたから現場を知ってて経験もあるしな。優秀なトレーナーになれるという自負があるぞ。俺なら君たちにアイドルのイロハを教えられる。君たちが裏ボンエで過不足なくアイドルとして振る舞い、結果を出せるように育て上げよう。もし結果を出せなかったら、失敗したら報酬はいらない。もちろん雇ってもらえるなら必ず成功させる、どんな手を使ってもな。だからまあちゃんと成功報酬は用意しておいてもらいたいものだけどな。その報酬にしてもかなり低めの値段に設定してあげよう。俺は上から睨まれてて仕事を干され気味だから、正直かなり暇なんだよな。だからまああんまりお金を積まれなくても喜んで働くぞ。最悪俺が一時的にアルカロイドに所属して一緒に舞台に立ち、全体を強引にまとめ上げて無理やり成功させるみたいなことも可能だしな。まあそんなことをすればアルカロイドがユニットとして破綻して壊れてしまうけどな。それはそれでアルカロイドを用いて関係を巡らせているらしい H さんの意図を潰せることになるし、舞台は必ず成功させるから金は入るし、どう転んでも俺にとっては意義のある行為になる。ヒーローならそういう損得感情を抜きにして動くべきなんだろうけどな。守るべき相手を壊してしまう可能性を思い浮かべて、それも必要なら仕方ないと葛藤もなく判断してしまう時点で、俺にはそう名乗る資格がないな。